楽天証券に勤めながら言うのもなんなんだけど、投資としては合理的ではないんだけど、パチンコよりも面白いんですよ。だからこれからは地方分散、そこのアビトラージめちゃくちゃ取れると思う。もう確実に地方です。よく一番勝ってる投資家って死人だって言うじゃないですか、だいたいみんなわーって上がっていくと、お、利益出たって言って20% ぐらい儲かったっつって売るじゃないですか、ええ、売らない方法ってあるんですかね。忘れることだとかっていうようなことは言われるけれども、忘れるのも無理だしね。事業売却とかそういったことにも言える問題で、何でもそうなんですよ。だからそれは僕ももちろんそれでタイミング間違ってもっと儲けるはずだったのにみたいなこととかいくらでもありますよね。まあ、こっちに持ってるものがこう値上がりしたから売って、次に値上がりしそうなものにスイッチしてっていうのは、まあ基本的にはあんまり何回もうまくいくもんじゃないですよね。繰り返すことによって本当にお金持ちになったっていうような人って名前が浮かばないですよね。例えば分散投資してて、でまあ分散投資するっていうことはこう例えばこう一個一個のものがあんまり気にならなくなるから、そういう状態を作ってしまえばじっと持ってることができるかもしれない。それでもちょこ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 売り買いとかしちゃったりとかしませんか。わかんないけど、なんかニュースとかになると売り買いすること自体が自分のこう意思決定を実現することだから、 iPhone 買うんでもそうかもしれないけれども、買って使ってる時より買う時が一番嬉しいみたいなことってあるじゃないですか。だからまあそういったの点ではショッピングしたい人の心理みたいなのは、まあこれ楽天証券に勤めながら言うのもなんなんだけどね、投資としては合理的ではないんだけど、売ったり買ったりして楽しみたい人、遊びたい人っていうのはいるんだろうなと。だからまあこの資産形成のお手伝いをしておりますっていう立場とともに、いやいやパチンコよりも面白いんですよっていうようなことも、まあ楽天証券としては申し上げたいところではあるんですけれども、売ったり買ったりっていうのはそれ自体が楽しいっていう意識はあるんですよね。ただ自分がこれを売ることでこっちに買い替えることっていうことで、例えばくじを引くときに10本の中に当たりくじが1本あります、先に引きますか後に引きますかっていうときに、どの順番でも同じなはずなんだけれども、自分で引いた方がなんとなくいいものが引けるような、当たる確率が高くなるような、まあそういうこう心理っていうのは人間にはあるっていうことが、まあだいぶ昔行動経済学ってこう言われる前の時期に研究されたことがあるんですよね。確率を見ると思い込みなんだけど、思い込みっていうのは女性よりも男性の方が強いので、だから男性の客の方が証券会社でいうとたくさん売り買いをする、だから男性の客の方がパフォーマンスが悪いっていうのは結構アメリカの大規模な研究ですけど有名な研究がありますよね。だけど何か自分でこう意思決定することで本当は何も改善してないんだけれども何かが改善するような錯覚っていうのはある意味ではこう生きる元気の源みたいなものだから、そういうこう勘違いが破綻をきたさない程度に許されるように、まあ人生を運営すればいいんだろうな。特に僕メディアってすごく人の動きに関連してるというふうに思っていて、人口が増えたり減ったりみたいなところってものすごく経済に影響を及ぼすんで、そこをすごい考えてるんですよ。僕の行動は割とそのメディアの変遷にフォーカスを置いて実は判断してることが多かったです。過去も今も。だからプロ野球チームを買収しようとしたのもメディアが変わると思ったからなんです。2004年ぐらいまでの例えばプロ野球って巨人戦なんですよ。テレビで毎日やってるから巨人戦が人気で巨人戦の放映権利は高いですっていうビジネスモデルだったんですよ。巨人が当時いくらだろうな、100億ちょっとぐらいかな、多分売り上げてたと思うんですよ。だけど他の例えばパリーグのダメな球団は何十億って赤字が毎年出てたと思うんですよ。だけど人流が変わって携帯のガラケーのメールが使えるようになって人々の動きが変わって、例えばダイエーホークスの福岡ドームが満員になったりとかしてたんですよ。でそれを見て、あ、人流変わってんだと思って、それでパリーグの球団って儲かるだろうな、これからって思って買おうってなったんですよ。まあだけど、NPB の偉い人たちは、そういう頭は全くないので、
いくら説明しても多分実感が湧かないんで、お前の会社は赤字に耐えられるのかって言われて、いや赤字にならないと思うんですよねっていうようなことがもうだから行ったり来たりだったんです。まあ結果として楽天は参入初年度は実は黒字だったんですよ。で今でもクライマックスシリーズに行くと黒字になる構造になってるんですよ。まあ、それがなくても楽天のねショッピングモールとか EC モールとかそういったところとの連携で全然あのペイできてるという広告媒体としても非常にいいと思うんですけど、全ては僕は人流だと思ってるんで、メディアなんですよ。メディアはそういうものだと思ってるんで、例えば江戸時代は江戸時代から明治初期一番人口が多かった県が例えば新潟県だった時期とかもあるんですよ。でそれはやっぱり北前船、日本海をね北海道とか東北の方から、まあ、京都そしてまあ下関通って瀬戸内海通って大阪に行くような航路があって、そこの沿海部っていうのが、まあ、実は今当時は一番早い物流手段っていうのは船なん で情報も当然一番早いんで、お金も集まるし人も集まる。で人は絶対メディアに行くんで、東京一極集中もメディアのせいなんですよ。で当時の東京一極集中をずっとしてたメディアっていうのは何かっていうと、テレビは全国ネットなんで東京はやっぱ向くわけですよ。東京のことばっかりやるから、みんな東京に憧れを持って東京に行きたいと思うのは当たり前なんですよ。で今スマホ動画 SNS なんで東京である必要はないんですよ。 SNS の動画を見ててあんまり東京の動画って出てこないと思うんですよ。むしろなんか豊かな自然とかがそんなもんばっか出てくるじゃないですか。あれだからもう地方分散へのもう一つのこれシグナルですよ。だからこれからは地方分散、まだ誰も気づいてないけど、ほとんどの人たち 1% 未満の人しか気づいてないんですけど、もう確実に地方です。そこのアビトラージめちゃくちゃ取れると思ってて、だから僕もめちゃくちゃ地方とか海外とか行ってます。地方の中心的な都市、うん、まあ、例えば北海道でいうと札幌とか旭川みたいなぐらいのこう地方がいいのか、それとももう本当にこう自然があってこう行き来するのが大変だっていうぐらいの地方。あ、その人の投資のスタンスとか年齢によると思いますね。例えばですけど山奥の限界集落、どんどん今人がいなくなってます。20年ぐらい前はとは言っても今後期高齢者になった段階の世代が50代まだまだ頑張れると思って農業とかを頑張ってやってました。70代になりました、はい、無理だ、ね、うん、ちょ健康にも不安あるだ、車も運転できなくなるかもしれない。でも現実の 老後というか老化がもう身に見えて分かってきたんで、もう喫緊の課題となって、彼らは今どういう行動をとってるかっていうと、近くの、まあ、割と土地勘のある人口数万人ぐらいの町の中心部に移住してる。だから例えば僕はたまたまオンラインサロン HIU っていう僕のオンラインサロンの合宿で香川県行っていて、コンピラ山から、まあ、高松っていうその中心都市までホトデンコンピラ線っていうのを乗って行ったんですけど、まあ、2両編成でまあまあ人乗ってんですよ。イオンモールの駅とかあるんですよ。その隣とか隣の隣の駅とか目新しいアパートとか新築の一戸建てとかまあまあ建ってるんですよ。もう駅地下30秒みたいなところですよ、イオンモールまで2駅みたいな、そういうところに移住するんですよ。それは割と今ならローコストで、そう、ね、でそういう場所に、まあ、つまり田舎で人口、まあ、高松市の隣町人口数万人みたいなところの田んぼだったり畑だったりした場所がその私鉄沿線のコンピラ電鉄もことで僕は結構投資対象としてはすごくいいと思うし、投資できるのかどうか知らんすけど、すごいもう発展する感じしかしなかったし、まあまあ人乗ってるし、車運転できなくなったら、イオンモールまで10分で行けるわけじゃないですか、電車乗って、はい。車椅子でも行けるわけじゃないですか、うん、バリアフリーで。めっちゃ便利ですよね。みたいなことが、全国で起こってるんですよ。だから投資対象としては、宅地として使える、その駅地下の土地を買って、アパートを建てる。でもよしみたいなこともできるだろうし、逆にその人たちが打ち捨てた
例えば瀬戸内海沿岸の海を見下ろす山の上にある古民家を改造して、リゾートっぽくするとか、グランピングとか、はい、サウナとかキャンプとかできるような施設を作るとかっていうのもできるし、別になんかそこに牧場っぽいものを作ってなんか畜産みたいなのを始めてもいいし、もちろん柑橘とかそういうのを農業っぽいことをやってもいいし、みたいなことも若くてその SNS をこう活用することができると、そういうこともできる。 SNS で全く人流変わったんですよ。それまでは絶対その幹線道路とか高速道路沿いの近くで看板とかをドーンって出さないと商業施設に人は来なかった。だけど今はもう SNS ですごいもうめちゃくちゃ映える動画とか写真が撮れるスポットであれば、わざわざ車を飛ばして1時間とかかけてそこに行くってことが一つのレジャーじゃないですか。家族全員で半日楽しめるところっていいじゃないですか。いいですよね。そうそう、だからそれは作れるんです、うん、だからうちのオンラインサロンのメンバーでいうと、高知県の四万十町っていうところに1個1玉300円の卵が売ってて、300円の卵、はい、シンカランっていう卵なんです、平飼いで鶏を食べていい餌を与えて美味しい卵を作りました、1個300円ですみたいなのは、まあ、毎回売り切れるみたいな小規模なところですけど、それ事業承継で普通にネットで募集されてた事業承継に応募して受かって何百万かで買って脱サラして今それを育ててるんですよ。だけどそういうところに例えばスイーツ、まあ、僕は食べさせてもらったんですけど、昨日瓶に入ったプリン、濃厚プリンみたいな上に卵黄を落としてるんですよ、めちゃくちゃうまいんですけど、やっぱ食べたいじゃないですか。そういうわざわざ四万十まで高知とか多分愛媛の人たちが車を飛ばして1時間とか1時間半とかかけていくわけですよ。そうするとやっぱ年間何十万人って来るんですよ、まあ、結構儲かるじゃないですか。そういうのもだから若ければそういう投資もできますよ。もしかしたらインバウンドの人も来るかもしれない。韓国とか中国の人がそれを見つけて、あの卵うまそうだねって言って来るかもしれないですよね。人流はメディアによって変わると。だからこそそれをベースにして、それは哲学としてあって、人流が変わって人が集まるところっていうのは経済的に良くなるんで、何にしても全体的に強いんですよね。だから例えばこれ全く別の話で言うと、今度は東南アジア、まあ、例えばインドネシアとか、はい、タイとかって人口がめちゃくちゃ増えてるわけですよ。でこの間ね、そのインドネシアに今すごいその力を入れてるレベゼンホックスっていう YouTuber のグループがいて、その DJ 社長っていうやつと対談したんですよ。なんでインドネシアなんだ。もうだインドネシアってもう人口3億人ぐらいいるじゃないですか。で今でも増え続けてるんですよ。5億人ぐらいまで多分行くんですよ、なんですけどまだ平均所得が低いんで、YouTube1 動画広告あたりの単価が日本の10分の1以下なんですね。安い日本のさらに安い、めちゃくちゃ安いんですよ、だから広告をバンバン投入して、俺は日本で一番売れてる DJ なんだみたいな、はい、まあ、実際福岡ドームとかでライブやったりもしてるんで、その映像をボーンで流すと、その現地の一番すごいやつとかとコラボレーションできたりして、要はすぐ何十万人って増えるんですよ、そのフォロワーがね。そうすると日本から来たガイタレのすごいやつみたいな感じになって、まあまあちょっと詳細は省きますが、すごくいい投資になる可能性は高いですよね。例えばこの間僕久しぶりにタイのバンコク行ってきたんですけど、バンコクは行くたんびに経済発展してるん で東南アジアのやっぱハブになりつつある。バンコクはもう本当にバンコク一極集中なん で日本と違って、あ、日本でそういう地方投資がなんでいいかっていうと、日本の場合は均等にその国土の均一ある発展みたいな過去の政策により、はい、全国津々浦々に高速道路網が整備され、しかもあの携帯の電話と電波はどこ行っても 4G つながるし、上下水道とか生活道路のインフラも完備されていて、電気もどこでもつながるみたいになってるんで、だから地方投資ができるって話ですよ。タイとかはそうなってないんで、地方に行くともう全然まだガタガタなんで、バンコクだけの話なんですけど、人口が増えてて若い人たちが多いところっていうのはもう一般的にポテンシャル高いですよ。でそこにやっぱ SNS がある、スマホがあるということで、ハンディキャップが
なくなりまして、ええ、インドネシアで物を作ろうが、あのメディアを作ろうが、日本で作ろうが同じですか、ね、この本をぜひ読んでもらいたいですね。岸田さんに誰かプレゼントしてあげてください本日はありがとうございました、ね、ありがとうございました。我が楽天にアドバイスを、はい、ありがとうございます